ご覧いただきありがとうございます。チュンチュンです。最近有機質の用土が気になり始めまして、園芸店で398円というお手頃価格だったこともあり、一番大きいパックを買ってみました。8リットルに戻るとはいえ、ちょうどいいバケツもないので20リッターのプラスチックケースで戻しました。購入した水はパッケージ記載通りの3リットルで、面白いようにもこもこと膨らんでくるんですけれども、中の方は全然硬いので、ほぐしながら混ぜて5分ぐらいで全体が馴染んだ感じですね。素手で混ぜちゃったんですけど、全然手が黒くならなくって、水で流したらもうこすらずにこんなに綺麗になりました。ピートが細かくて水はけが悪そうに感じたので、軽石を1リットルだけ追加して混ぜてみました。市販の培養土だったら、ここに赤玉、カヌマ、パーライト、バーミクライトあたりが入ってくるんでしょうけど、あんまり水持ちのいい用土を足したくなかったので、カヌマ土の中粒だけ足してみました。1リットル。念のため酸度計も挿してみましたが、 6.5 の適正値が出たと思いましたので、スキンダクサスの下で直しをしました。で、水はけもいいみたいなんで、これで様子を見てみようと思います。で、この土は1ヶ月有効の肥料が入っているということで、密閉はしちゃダメなやつなんですね。これからの成長が楽しみです。ご覧いただきありがとうございました。